マー君お断り。モリモリさん10、神代さんお疲れ。アルテミスさん10、神代さん10、ラクさん10、シェンさんかわいい、ひまわり咲いたさんゲームギフト NT さん10、王さんハート、コウジさん10、アキモさん10、アルテミスさんハート、シュンさんお疲れ、スカイホエールさん10、コウジさん10、クワドリさん、星じゃなかった、レインボースター、ミータピポさん10、カズヤさん10周年クマ、コウさんお疲れ、王さんハート、シュンボーさんハート、ヒーローさんお断り、カードリさん10、中田さんお疲れ、ありがとうございます、大吉さんハート、丸さん10、トールさんペロペロキャンディ、シュンさん10、福太郎さんお疲れ、ミッキーさんレインボースター、クロさんペロペロキャンディー、コカジアさんお断りです、大城さんハート、ショウさん、マクールさん、ベンジャンスイズマインさん、カエデさん10、ありがとう、カズノシンさんスイーツありがとう、コカジアさんハートありがとう、カメさんアドバルーン、ミキヤくん10、ありがとう、こんばんは皆さん。今日可愛いお団子ね、メイクさんにしてもらったんですけど、ちょっとボサボサすぎてもう団子ではないものになってしまってます。こんばんは、ジャーパングさんハートありがとう。そう今日はそうヤンとリコちゃんとお出かけしました。なんで知ってんの、聞いた、聞いてよ。まあ今日の話さ、いろいろ話したいけど、ちょっとまたお知らせしますね。今日あれ、パセリ昨日荷造りするって言ってなかったっけって思う顔だけど、荷造りはしましたよ。でおはようメールにも書いた通り、キャリーバッグゴロゴロ引きずって朝の5時に家を出ましたよ、出ましたよ。だけどもなぜか今お家にいますよ。荷ほどきをしましたよ。そうお出かけしました、予定より早く終わったからね。お寿司食べました。ちょっと髪の毛さ、早起き4時に起きたの、超早起きだからね、眠くなって帰ってきて髪取った。そういろいろねなんでってパセリ荷造りしたでしょって思うかもだけど、荷ほどきをしました今日。まあ、その真実はまたいつか何かしらで、あこれかってなると思うので、その時が来るまでお待ちくださいね。本当に今日は、昨日はそう荷造りをするために配信早く終わったし、眠い目をこすりながら荷造りをしました、しかしながらっていうのがあるので、またいつかお知らせします。皆さんこんばんは。そして今日は瀬戸チャレの放送日ですので、広島ホームテレビ見れるよって方はぜひよろしくお願いします。トーク MX の方はまた配信じゃなかった、放送日が別にありますので、あと愛媛とか山口の方もまた違う日なので、広島の方のみ本日放送です。見てくださいね。ミッチーお断りです。バラちゃんハートありがとう。明日早起きやけどリアタイする。えマジ早起きなの、早起きなのにしてくれるの。パセもちなみに明日早起き、今日ほどではない。なんとパセリさん、もうここ数ヶ月ぐらい言い続けてた歯医者の予約、無事に今日取れました。この前予約の電話したら、しばらく空いてません、来週以降ならって言われて、すいませんちょっとまだ予定が分からなくて、また予約の電話かけ直しますって言って切ったんよ。あんなに勇気を出してかけたのに。でちょっとね、卒コンも終わってレッスンの予定とかも落ち着いてきたので、ついに歯医者の予約ができました。
ほっとしているよ。でもまだ行ってない、まだ今日予約しただけ予約だけ終わったので、あとは行くことを目標として。うん、髪がモサモサすぎるからちょっと一旦ほどいてみたけど、すごい元気。ビャン。なんて平和な世界なんですか。予約取れてよかったね、天才。ワイも歯医者さん予約するか。うん、お揃いしよう。みんな定期的に歯の検診行くんだよ。昨日はね、いい歯の日だったから。今日は9日だから違うけど、今日は何に E09、 いいオタクの日ですか。今日は何ですか。今日の語呂合わせわかんないけど、もしかしたらいいオタクの日かもしれません。祝日かな。パチョン。今日歯医者でゴリゴリされてきました。ゴリゴリされたの。私はしばらくゴリゴリされてないですね。ゴリゴリ最後にされたのは矯正のなんか表側にね、歯の矯正をしてて、その矯正を取るときにゴリゴリなんかそのなんていうの、ボンド的なやつ、歯のボンド的なやつをゴリゴリ削られた。ゴリゴリされました。皆さん来週はなんと誕生日でございます。びっくり。今日歯茎の日なの。本当？なんで？なんで？カチューさん、ハートありがとう。いやーん、来週1列目、え、すごっ、すごい。え、もうド緊張してると思う私。ちょっとさ、たくさんの人に見られて恥ずかしくなったらうつむいてるかも。だから1列目たくさん目が合うかもしんない。急に人見知り発揮したらごめん。緊張します。安尾くん、ハートありがとう。ケンジさん、ありがとう。今日ね、お仕事終わりにね、チコとヤンヤンといたらパンとリネに遭遇しましたパンちゃんとリネに遭遇した。宇宙食買ったのって言ってました。なんか今日の8時からの配信で宇宙食を食べるそうです。そう、アイスクリームの宇宙食って書いてた。びっくり。そう、宇宙食ゲットしたんだって。どこ行ってきたのって言ったら、宇宙食ゲットしたのって言ってました。アーバの三毛猫さん、バラありがとう。ご主人様お断りです。そう、食べるって、あのあれ行ったらしい、プラネタリウムとか行ったらしい。宇宙食、宇宙に行きたいんかな。棺桶に入りたいの次は宇宙に行きたいとか思ってんのかな。そう、コラボ配信珍しいよね。パンちゃんがコラボ配信してんの。私ともしてよね。こんばんは。ちょっとパセさ、アザージャケットの宣伝ここに貼ろうかな。また書いてね。アザージャケット14日まで申し込みできるよーんって。えん、ラスト1ページやん。みんなラスト1ページ、これとか、このリバティエイジコラボデザインとか、これさ、全国ツアー開催中とか、なんかいろいろさ書いてたやつから、ほらこういうお知らせにいっぱい使ってきたこのやつも、ほらこんなのも。ラスト1ページ、じゃあこのラスト1ページを使って書いちゃおうかな、ね、いっぱい書いたね。ゲットしとくわ、次までに、次のお知らせ事があるまでにゲットしときます。
これね事務所のやつなんですよね。事務所のあのこれ下北 FM に出た時にマネージャーさんがこれで宣伝のやつ書いてねってくれたんですよ。でラスト1ページになっちゃったからもう使っちゃいます、すいません。そうだよ、これで間違ったら終わる。スノーさんハートありがとう。これどこで売ってんの、この画用紙って。買いに行かなきゃいけん。どこで買えるんですか、一体。メロンのあそこさん花束ありがとう。どちらで購入できるの教えてみんな。100均にある。本当これ、この大きさ本当そうなの。うなべさんアイスありがとう。アザージャケット申し込んだよ、ありがとうございます。早いね、メッセージも書いてくれた。メッセージも書けるから、申し込んだ後でも書けるからぜひお待ちしてます。やばいよ、私2回目だよ、2回目。ドキドキ。ダッキーさん、ろう人形さん、ハート、たかしんさん、花束ありがとう。こんばんは。STU48、 とにかく目立つように書くために。マスク依存症さん、ジュートハートありがとう。マコバヤさん、ペロペロキャンディーありがとう。ステイフォーティエイト、今日さ、リネにね、この前リポ送ったよって言ったら、え？びっくりされた。リプ送ったじゃないですか、私この前。気づいてもらえてなかった。アルさんハート、カズノシンさんハート、タイノミさん、コナンさん、ペロペロキャンディーありがとう。パちゃん、はいはい。君は。君は何を後悔するのか。ああ、間違えられないっていうのをちょっとドキドキ。ラスト1枚するのか。ひなみなママさん、ペロペロキャンディー、やすべえさん、じゅうありがとう。こんばんは。君は何を後悔するのか。みんなの後悔は何ですか。後悔のない人生ってね、ないと思うから、誰かしらどこかしらで後悔してると思うので、後悔はあってもいいと思いますよ。私も後悔だらけの人生よ。間違えられないって言ってるのにさ、こうやってさ、こうやってこの文字にしちゃったのはちょっと間違っちゃったかも。これ今後悔してるかも。鈴木一郎さん、ゲームギフトありがとう。サーティワンが目の前にあるけど明日まで我慢することにした。そんなことができるの？我慢なんてものができるの？私は無理だね。今日かき氷食べたよ、寒い中。寒い中かき氷食べました。私マザージャケット、サイン会
さとこさんハートありがとう。サイン会。サイン会。難しい。サイン会。ポクレンパサランさん10、スプマンテさん花束、カズノシーさんレインボースターありがとう。おだしさん10ありがとう。カズノシーさんレインボースターありがとう。パチャン。リキさん10ありがとう。なんかこの10周年のギフトさ、自分が10周年迎えた気持ちになってしまう。まだ4周年なのに。陣内さんハートありがとう。ブルーシールと21時にアイスどっちに行くか悩みます。あら、それは悩みますね。悩んじゃうね。でも21時にアイスは期間限定とかあるからいいんじゃないかな。どうかい、どうですかい。今の期間限定何か分かんないけど、私また広島で美味しいアイス屋さん見っけたんですよ。美味しいソフトクリームのお店、また紹介しよう。出会ってすぐの前回より話題まとまらなさそうで困り。それは困るわね。ノープランで来ちゃう。かわちゃん10、かずともさんペロペロキャンディーありがとう。さとこさん花束ありがとう。俺は今の会社に勤めて10年になります。え、すごい。10周年おめ。ギフト投げてあげようか代わりに。ポン。いちじく食べてない。もう21時には最近行ってない。最近行けてないですね。やすべえさんレインボースター10個、うーたんハト、くしゃとりやさん10ありがとう。台湾ジョジョさんレインボースターじゃなかった、ラブレターありがとうございます。ラ行間違い、ラとレと間違っちゃった。アザージャケット、アザージャケットは デコレーションの儀に入る。こういうの見てさ、こういうなんかお知らせとかをさ、ここに貼っててさ、撮ってみようかなって方いてくださるのかな。でもないよりはあった方が、あるのねっていう把握はできるよね。なんかね、前はね、X とかで宣伝とかお話し会の受付中ですとか再販中ですっていうのを乗っけるのがすっごい申し訳ないなと思ってたけど、私がねこの前ノイミーさんのお話し会撮ってみたいなと思った時にさ、やっぱメンバーが発信してくれてたら見逃さないなと思って、引用リツイートとかでもこうあった方が、あるんだって把握ができる。情報が追えない時とかにさ把握できるからいいのかもしれないとこの前思いました。まあほどほど、あまりに多すぎてもちょっとまたってなるかもだけど。ね、情報の難しいよね。みんなもお仕事とかでさ日中忙しかったりするじゃないですか。だからたくさん情報が出るときはまとめて整理して送ったりするようにするね。
わらいおさん、ハートありがとう、ありがとう。アザージャケットサイン会先着って書いとこ。なんか先着って言われたらやばいと思うかもしれない。でも全然そんなことはない。カズノシンさん、トータイありがとう。ロー人形さん、ペンライトありがとう。ペンライト、あ、間違った感じ。先着の着を春にしようとしちゃう。やばい。ハザージャケット再開。ソロのさ、ソロアーシャっていう情報もちゃんと欲しいよね。ソロアーシャ、パちゃん、パちゃんです。あ、今日さ BLT さん買って帰ってこうと思ったのに本屋さん寄るの忘れた。明日買う、明日買うぞ。キャー、こんばんは。そらーしゃ情報量多いかな。今日の服は1年ぶりに着た、久しぶりに着ました。胸元に狐を飼育しています。狐を飼ってます。リッキーさん、花束ありがとう。ボムはね、ソルハさんが買ってた。ボムまだ見かけてない。じゃあ明日買いに行くとき一緒にゲットしようかな。あるかな。あるといいな。広島は多分遅いんですよね。ソルハさん今日ゲットしとったけどさ、あれないよ、東京で仕事だったから昨日、だから買えたんですよ。 BLT さんお願いすればよかった。17日、やばい、みんな最大の難関、金曜日の金をこの一筆書きで囲むやつ、やばい。果たして書けるのでしょうか。書けました。出ました。よかった、よかった。ラスト1枚だから間違えられない。タカさん10ありがとう。これオンラインっていうのもさ、情報絶対いるよね。むずむず。付け足した。オンライン。よし、これを飾ります。皆さん、イヤホン勢の方、髪をちぎりますので、鼓膜の保護をしてください。鼓膜の守備に入ってください。よろしいでしょうか。右野さん、10周年クマ、おみかんさん、いいね、ありがとう。よし、みんな。いくよー、せーの。あ、そうでもなかった。じゃあこれをここに貼る、貼って。でもここに貼ったらさ、
なんか意外と見づらい。まあいいか。これ14日までの受付だった。大丈夫？見える？ちょっと近づけるね、画面を貼った後に。貼って貼った後画面このぐらいにしたらいける。こっち？ここですね。おし、テープ持ってくるぜ。みんなパセリは、あ、まだみんなちょっと何もない。今チョコモナカジャンボの話しようと思ったけど何でもないです。ちょっと今言ったらライバルが増えるからダメだった。よいしょ、ダメでした、内緒でした。チョコモナカジャンボのあの締め切り明日までやよっていう話をしようと思ったけど内緒です。テープをね使ったんですよ。だから向こうに持ってっちゃってたんだよねって話をしようと思ったけど、ライバルが増えるから内緒です。ただいま。じゃーん、ペタペタ。よし、オッケー、はい、これでオッケーです。このセロハンテープもなくなりそうだから買わなきゃ、忘れちゃいそう。濃い色の T シャツでも壁にかけて。この壁かけるとこないんだ、賃貸、賃貸だから厳しいぜ。こんばんは。確かにね、壁に同化してるもんね、色味がね。ちょっと合うかな、ちょっと画面が斜めってるから。うん、でも情報量すごい。 STU ホテト10枚目タイトル、アザージャケット選挙オンラインだよ、ソラーシャだよ、ブラル何時からだよ。まあこれはね、正直見れなくても大丈夫なやつ、届きますってやつ。こんばんは、福ちゃん、いいね、ありがとう。通じる？大丈夫？貼っとこう。買うもの、パセリの買うものリストに画用紙とセロハンテープを追加する。配信終わったら忘れずにスマホのメモに入力します。入力忘れそう。こんばんは。文化祭でに、え、活躍できそう？これイエーイ。文化祭はポン菓子をバンバン叩いてました。何にも役に立ってない、このこれは。阿部寛さん、アドバルーンありがとう。パセリちゃんの誕生日の日は健康診断があります。じゃあこれから1週間胃袋に優しい生活をしてください。まずおかゆ、白湯、野菜、トマト、アボカド。アボカドは脂質がもうびっくりするぐらい高いので半分でいいです。一気に一玉食べちゃうともうとんでもない脂質の量とカロリーがあるから注意です。コウさん、ペロペロキャンディーありがとう。消えちゃったスマホの買い物メモはもうなかったことにした。もうね、お店のね、ここのオンツだったら何円、洗剤オンツ何円、サンドラッグ何円みたいなメモをね、この4年間貯めてきたんですよ。洗顔、サンドラッグ何円、ウォンツ何円、アマゾン何円とか書いてたんだけど、それを間違って
消したんじゃなくて、消したらさゴミ箱に行くじゃないですか、じゃなくて上書きして何かを書いてしまったっぽくて、私がでこの世から消滅してしまったので、もう残念ながら二度と見ることはできません。なのでもう自分の足でこれからはしごするしかありません。なんてこったなんてこった。タイプ A とタイプ B どっちがおすすめ？タイプ B。 なんでかっていうとパセリがいるからです。タイプ B にパセリがいるからです。ですわわわさん10周年クマ10匹ありがとう。クマ悲しいわ。主婦の鏡、誰が主婦や、アイドルやね。え足金終わるのびっくりしましたね。え、そうなのよ、足金が今月いっぱいで終わるらしいの。でも希望は捨てていません。なぜかと言いますと、これまでも FM 岡山さんと沖さんのラジオはもう数年にわたり続いていて、その度にあの提供が変わって番組名変わってっていうので続いてるから、また新しく出会えるんじゃないかと私は勝手に希望を抱いております。なんでそんな思うかっていうと、アシキンのスタッフさんが沖さんのことをとてつもなく愛しているからです。もう沖さんのファンだからです。沖さん愛が伝わりすぎるの、本当に普段の日頃の、 あの投稿とかが。そうだから、今は玉野競輪だけど前は違ったんですよ。だからそういうのでまたあるんじゃないかなと私は思ってるけど、なかったら私が頑張るしかない。私が会社を立ち上げて成功させて、で FM 岡山さんに提供しますよって、沖さんのラジオレギュラーラジオの提供しますって言って作るしかない。そうだ、そうするしかありません。でもそれはちょっと厳しいので、うん、私の財力では厳しいので無理です。無理ですね。募金するか、みんな署名活動でもするか。尾崎セリカプレゼンツやばいな。サタンさんお断りです。こんばんは。アイスの会社立ち上げたらもう大変。朝になるとあの工場の中のアイスが全部なくなるっていう七不思議が生まれてしまいます。このパリパリのチョコが入ったバニラアイスだけどんどん減ってくんですよねって、昨日の夜在庫確認した時はめちゃくちゃあったのに、おかしいなーって、おかしいな、おかしいなーってなっちゃう。ポキパセのラジオ、そんなんもうやばいやん、私利私欲や、私の絶対それは私が裏で何かしたでな裏で根回しされてます。ポキパセのラジオが始まったら察してください、お願いしますって。美味しいカステラとかを送ってるかもしれない、ドクター X みたいに。メロンです、怖いな。皆さん、なんと今日のシャドチャレポキパセ会、オキさんとパセリ会最終週、悲しい悲しい、ポキオさんとの遊園地デートかっこ別行動が最終週です。かっこ別行動、ここ重要です。チーム対抗かっこ別行動です。しょぼん。さとこさん10ありがとう。ポキオ
請求書、請求書送ろうとしたのバレてる。メロンです、請求書です。キムさんハートありがとう。別行動デート、うーん、また行かなきゃ。私は年パスをゲットしましたので、ユニバの和集山じゃないんかい。残念ながら和集山ハイランドではなく、ユニバの年パスをゲットいたしましたので、いつでも沖さん行けますよ。パセリはよろしくお願いしますね。ソラパセ界、そう、ソラパセ2人の仕事したことないんですよ。ソラパセグラビアかソラパセロケでお願いします。あんまりねお仕事一緒になることないんですよね。多分ね NG 出されてる、 NG 出されてるか、あまりに喧嘩するから、あの一緒にしないようにされてるか分かんないけど、ないんですよ。私もなんかさ、雑誌出たいです。今回リコチとソラハさんが初選抜ってことで2人グラビアで裏表紙もしてるの。裏表紙もしてて9ページあるみたいな。だからね、私も羨ましいです。カズキさん10ありがとう。そう、 STU ラボも呼んでほしいのに、なんかラーメンやってるんよ、あの空果てラーメン作る企画やってて、で天下一品の、天下一品のとこ行って取材とかしてるぐらいガチでラーメンのやつやってるんですけど、呼んでよって言ったら、ごめんドラさんでお願いしますって言ってきちゃったとか言われて、そうパセリ呼んでよって言ったら断られました。もうドラさんでお願いしますって言われたんだって。勝てないです、同期には。ゆうちゃん10ありがとう。もちはださんハートありがとう。ボムはツタヤ限定かなんかで裏表紙って言ってたかな、確かです。裏表紙だそうです。チコリータとソちゃん、そうだね、高崎綾子で、そうですよ、 3R と吉田中はまた高崎綾子、高崎綾子だけ唯一全員まだおります。こんばんは。ソラハさんどういう企画、YouTube だったら Vlog、 旅の Vlog、旅費を経費で落とそうとしてるな。ダメだぞパセリ。グラビアだったら瀬戸内の、この前、今日発売のリコちゃんとソラハさんのグラビアが、あの大久野島でウサギの島に行って、ウサギちゃんと、ウサギがいっぱいおる島があるんですけど、そこ行ってロケしたりしたらしいので、そうね、また違う島に行くか、神戸空港のブロッコリーでもいいですまだ行けてない。ゆうちゃんバラありがとう。みおんさんハートありがとう。うさぎ、そう、来週は誕生日だし、リリーベも発売日も盛りだくさんでございます。ぴゃーん、盛りだくさんだよ。土方歳三さんハートありがとう。こんばんは。今日はね、高崎莉子で一緒にいました。高崎綾子ではなく高崎莉子。この前ね、あのリハの会場から帰ってくる移動の車がね、移動タクシーが、あのパセパセパセヤンパンアーナやったよ。
確か4人だったんですけど、あの高崎あんこだみたいな言ってたんですよ。したらパンちゃんが、パンちゃんいるわけよ、あいこがいなくて、そこでパンちゃんが、あや私みたいな、めっちゃ怒ってた、あや私だから言ってて、そうなんや。いつもね、あの高崎あや子から誰かが抜けて誰かが入ると高崎理子とかなんかそうなるんだけど、その流れでもう高崎あんこかと思ったら違いました、高崎彩菜だった。可愛かった意地になってて可愛かった。しゅんさん10ありがとう。今日チークつけてないよ、むくみです、むくみでちょっと今日ピンクです、顔今日むくんでるんですよ、めっちゃ嫌なの。こんばんは、むくんでんだ、やばいよね、来週生誕までに。ここ今日朝は集合場所ついて、今日はちゃんと集合場所間違えませんでした、集合場所ついておにぎりとパン、アンデルセンのパンがあったんですよ。だからおにぎり食べて、おにぎりとクロワッサンハム食べて、帰ってきてお寿司食べてでチーズケーキ食べて、かき氷食べて、帰ってきてアイス食べてっていう、もうすごいすごい変色。今日テキサスのロンスターさん、バラありがとう。土曜日東京行きますよ、六本木阿波踊りしに行きます。レンネさんレインボースターありがとう、ゆうちゃん小判、ビエールさんハートありがとう。いやもう日々頑張ってる感じです、明日から頑張るとかじゃなくて日々頑張ってるつもりだけどアイスが止まらない感じです、困ってます結構。卒コンが終わった日からもうね食欲がバグってて、なんかさ睡眠不足の時って食欲に走っちゃうって言うじゃないですか、本当にその通りで、今は睡眠取れてるんですけど、そのなんか胃袋が大きくなってて困ってます。去年も生誕の直前とかに結構出張公演とかツアーとかが重なってて、あちこちで美味しいもの食べたから肝心な生誕祭でむくみまくってるっていう、本当に後悔したんですよ。だから今年はちょっと自分の納得のいくように、あの頑張りたいと思ってたけど、ちょっと今年も厳しいかもしれない難しいか。タンタン10神代さんアイスありがとう、メロンのあそこさんペロペロキャンディーありがとう。三日月のクロワッサンはチョコを冷やすと硬くなって美味しいです、おすすめだよ。おみかんさんファイトありがとう。そう1週間でもね、土曜日がイベントでしょ、日曜日がイベントでしょ、で水曜日もリリーベでしょ、なんか食べちゃいそうな予感がするんですよね。だから明日と金月火でどうにかヘルシーに過ごして、そうパセリが丸くなっちゃう。おみかんさんファイトありがとう、頑張ります、頑張っちゃうよ。生誕終わったらラーメン食べるって決めてるの、ラーメンと韓国料理食べるって決めてるから楽しみです。誰と行くかとか全然決めてないから、もう最悪一人ぼっちだけど食べちゃう。そう徳島のフェスの土曜日のやつ、六本木のやつは、あの徳島のフェスなんですけどね、あのケータリングかキッチンカーが出てるらしくて、
さあ徳島ラーメンがあるの。結構罠じゃないこれって。徳島ラーメンが出てると結構罠だと思うんですよね。食べちゃう気がしない？絶対にやばい気がしてるよ。だって美味しいもん。どこのラーメンかもう決めてない。生誕終わったらなんか食べたいなって感じです。でも具材がいっぱい乗ってる系がいいです。あの卵、チャーシュー、メンマとか。そうだよ、これは食べるしかないんですね。わー、何があるんだろう。キッチンカー、キッチンカーって夢があるわ。ホセさん、10個ありがとう。ジュージュー、生卵ね。ね、徳島ラーメン生卵乗せるから美味しいの。卵値上がりしてるのに大変だ。黒さん10ありがとう。ラーメンラーメンラーメン、そう誘惑だらけ、後悔だらけ、ちゃんちゃちゃんちゃんちゃん。みんな MV 見てくれてますか？200万回再生ありがとうございます。 MV もたくさん見てください。あの聖地巡礼してる方が続々出てきて嬉しいです。ありがとう。岡山県の小島公園です。小島ジーンズで有名なあの小島です。小島だよの小島です。よろしくお願いしますね。そうなのよ、土曜日さ昼からステージだから、その前にメイクとか髪型メイクさんにしてもらうと思ったら、なんだか朝が早そうな予感がしてるんだよね。早そうだよね。こんばんは。 TikTok の場所はね、あれは香川県です。あれは香川です。でも私もどこか分かんない。なんかあかりんさんの撮影のとこの近く、あかりんさんがバス停で撮ったんですけど、そのバス停のとこにロケバスがあると通行の邪魔だからって言ってどっかに避難した山の奥で撮りました。だから分かんない、謎の山の奥です。あれは知らない山の奥で撮りました。その日のメールに山にいますって送って、でもどこの山にいるか全然分かんなかった。周りを見回しても木々がいっぱいでどこか分からんかった。そうだから、あそこを聖地巡礼した人がいたら強いです。超強いよ。あと生写真の情報も出てるので皆さんよろしくお願いします。 HMV とタワレコとあの特典がねあるよって、店舗限定だよってやつがあるのでぜひチェックしてください。そうよ、本人すら分かってないから政治巡礼できないと思う。ケンケンハートありがとう。こんばんは。サノッチさん10ありがとう。そう、その山は行こうと思っても私もどこか分かんないからもう行けないですね。ロケバスってカーテンされてるからさ、移動中も景色とか見えないわけですよ。だから全然どういう道を通ったかも分かんないし、どの道で来てどの道で帰ったかも何も分からず、着きましたよじゃあ撮りますよって降りて、そう撮って、しかも一回そのねロケバスがガソリン入れてきますって言って、コンビニで一旦私コンビニでね何かを買ったん、汗拭きシートかな、スタッフさんが汗拭きシートを買うって言って、で何がいいかわからないから選びましょうみたいになって降りたら、じゃあガソリン入れてきますってロケバスがどっか行っちゃって、コンビニの駐車場でずっとロケバスを待つ時間がありました。 MV の時。ベニちゃんだるまありがとう。
そうだって愛媛から香川行って岡山行って広島だったからもうねガソリン入れないと大変だなって。大変だよ。愛媛のホテルの朝食がめちゃくちゃ美味しかったんですよ。お茶漬けめっちゃ美味しかった。写真残してるかな私その日のやつ撮ってるんかな。めちゃ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 に美味しかったんよね。でも食べ過ぎたらむくむじゃないですか。葛藤しながらいっぱい食べたあ食べ過ぎたらむくむよなと思いながらいっぱい食べました。もり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 に食べたよ。あるかな。ありました。見てこれ朝食お茶漬けとチキン南蛮があって、あチキン南蛮とかめっちゃむくみやろうなと思ってサラダに紛れさせた野菜に紛らせとけばまあ大丈夫かなと思って。そうこれと別におにぎりも食べてるから。最初ねおにぎりを渡されたんですよ。メイクした時にマネージャーさんにこの中からおにぎりが40個ぐらい袋入っててこの中から1個好きなやつ選んでくださいねって言われて食べて、でメイク終わっていやホテルの朝食バイキング行けるやんってなって行っちゃった。でお昼の弁当がこれでした。ホットモットかなこれわかんない。このお肉だった。美味しかった。夜はね夜もなんか美味しいお弁当食べたんですよ。これだ生姜焼きボン。こちらを食べました。よう食べるわねあなた。そんで夜の夜の1時ぐらいに家着いたんですね。この MV の日夜の1時に帰ってきて夜の1時半にあのカップ麺を食べるっていうこれはあのジャケ写撮影の時にもらったんですよ差し入れで。で MV がまだあるから MV が終わった日に食べようと思って大事に大事に隠し持ってたやつを食べました。 MV が終わった後珍しいでしょ私が食べて。そうなんこれが秋が始まるぐらい夏終わりぐらいの出来事です。それくらいの出来事。美味しいよねカップ麺って。ラーメン本当にもうねもちもちしてきたんです。このラーメンは関係ないですよ。これはもう2ヶ月ぐらい前の話だから全然関係ないけど、そっから先週ぐらいにここ数年で一番体重が減っててガリガリだったんだけど、なぜかそれが卒婚前で卒婚が終わってからなぜか急に食欲が止まんなくなっちゃいました。困ったね人間って。おかしいわ不思議だわなんてこと。夜中のラーメン、私夜中のラーメンとか本当に数年ぶり数年に1回とか6年に1回とかもそんなレベルよ。人生で2回目3回目とかだよ。やばいねあの背徳感。その翌日とかはさむくみまくって後悔するけど。ビョンビョンです。これをどうにか減らしたいなと思っています。顔が重たいんですよ今とてつもなく。やだやだパセが目をつけているラーメン屋さんはこの前行ったとこがめっちゃ美味しかったからまた行きたい。生誕終わったら絶対にまた行きたいと思っているよ。
ゾンビゲーム毎日してる。ありがとう。ヘルプくれるもんね。ありがとうだよ。投げほっぺ、投げほっぺしたら肉も行くの一緒に。そのシステムがいいな。もし投げほっぺ、ゆきりかの投げほっぺっていうなんか技というかあるんですけど、それでさ、ほっぺたの肉がどっか行くならさ、お見送りで投げまくろうかな。ファンの皆さんもう細いけあげるよ。パセのほっぺ。レネさん、ハートありがとう。アンバさん、ありがとう。全然あげるのに。埼玉に来てくれたなら美味しいラーメン教える。都会はもう美味しいラーメンだらけや。激戦区とか。リコチがね、今日のおはようツイートで載せてたラーメン屋さんをね、教えてもらったんですよ。どこなのって言ったら東京だったそうです。東京駅のラーメンストリートにあるらしい。行けません。行けないよ。お腹のお肉を代わりにあげます。いらないよ。チャーシューにしよう。紐でくれた分美味しく煮込もう。それで食べな。食べてまたお腹のお肉に蓄えてください。エジリン、ハートありがとう。ボム買いたかったけど本屋閉まってた。そうだね、この時間はもう厳しいな。厳しいな。広島のさ、本通りにあった大きい本屋さんが閉店しちゃったからさ、ちょっと本屋さんに行くハードル結構高め、広島って。そんな時のタワーレコードだよね。ねえ、奈良に大好きなラーメン屋があります。広島は、広島のおすすめあったら教えてください。もう行きたいよ、ラーメン。羽田空港の高級カレーパン。羽田空港。差し入れしてください。鶏皮丼。美味しそう。ラック。カシモラーさん、ハートありがとう。ちいかわ、今日ちいかわ行ったよ。ファルコのちいかわ、ちいかわ見に行ってきた。なんか広島限定のちいかわ行った。牡蠣に入ってるやつ、写真撮ったよ。パセはね、これちいかわ見て、めっちゃシュールじゃない。牡蠣の殻に入ったちいかわの写真撮りました。広島限定っぽかったから撮ってみた。ガバ行ったことない。そう、ガバ気になってるんだよね。そう、あのさ、あの子、元アクターズのあの子がさ、この前ラーメン投稿しててめっちゃ美味しそうだったんよね。アータン、アータンです。スプラの元緑のアータン。好みのラーメンは、何でも好みよ、何でも好みよ。でもガバっていろんな種類あるくない、ラーメン。何が一番おすすめなの？いや本当おもろい、この人間の表情見てください。ちいかわ、あとこれも今日見てきた。じゃーん、見て、おもろい。サンリオショップ行ったら、サンリオたちがお好み焼き、サンリオキャラクターたちがお好み焼き食べてました。あと宮島にも行ってた。サンリオ、こんばんは。ガバ可愛いよね。なんかね、本通りの新しくできたサンリオショップに行ったら、あの
2階がもうアイドルオタク向けみたいなコーナーだったんですよ。うちわのケースとかいろいろチェキのケースとかなんかそういうのがもう2階に集結してて、でフォトスペースみたいなやつがあって、そのさっきの見せたやつがこのフォトスペースのやつ、写真撮っていいですよのやつがここでした。よしひろさん10ありがとう。サンリオちょっとガバのガバを視野に入れようかな。ツッコンじゃなかった、生誕終わったらラーメン、限定ラーメン、今の期間限定、うまみあさりだし醤油ラーメン、わお、なんか白か黒か赤みたいなあるんですよね、このガバってお店だから、もう何がいいか分かんないから、何がどう違うの、赤が唯一無二の一杯、コクだって赤は、白があっさり、黒がコク、あコクやん、またコクって言われた、えむず、難しい、こんなんもう分かりません、はあ、チャーハンも美味しいの、なんかプリンもあるけど、プリンが売ってるけど、何が一押しですかね、ここあちこちに店舗あるよね、よく見かける、でも見かけるけどさ、その度に赤と黒と白があって、何が何だか分かんなくて、一風堂っぽいな、そうなの、ろう人形さんハートギフトありがとう、明太子ご飯があるん、飽きた、赤かな、具の感じ、具沢山そう、え、これ卵入れれないんですか、卵トッピングとかないんですか、はあ、はあ、美味しそう、はあ、はあ、美味しそう、クワドリさんハートありがとう、なんてこった広島はさ、中華そばのお店が多すぎるからさ、もう何が何だか分からないぐらいいっぱいあるからさ、悩んじゃう、1週間後の楽しみ、こんばんは皆さん、今空腹ですよ、夜ご飯食べてないからね、何これ美味しそう、尾道ラーメン一番感美味しそう、チャーシューが美味しそうすぎる、私爆弾屋に行きたいんだよね、行ったことなくて、今なんかね広島のラーメンランキングみたいなやつ見てます、でもやっぱ尾道ラーメンが多いですね、パジャの中で感じるお高いラーメン、さておいくら、そうだな、でも具材の乗ってる量にもよるな、もうメンマ卵とかめっちゃくちゃ量が多かったら1000円1200円とか普通にするじゃないですか、でも麺とスープだけのシンプルなやつとかもあるじゃん、難しいね、難しいですね、爆弾屋ごま味があるの、ちょっと覚えとくね、覚えとくわ、パセのさ、これまで食べてきたラーメン臭、ラーメンって検索したら出してくれるんかいね、出してくれた、これ見てください、これ美味しかったよ、これ超好きだったやつ、多分何回も紹介してるやつ、あとはね、
メンマがびっくりするぐらい長かったラーメンがあったんですけど出てこない。これはあの本通りの一面イン立町ってとこのパセがもうおすすめしまくったやつ。これはね去年行ったやつですね。去年の4月ぐらいに行ってる。めっちゃ美味しかったね。ラーメンがあるけど出てこない。検索じゃラーメン、これは2021年の1月に食べてるラーメン。こちらじゃーん、美味しそすぎる。なんて調べたらいいんだろう。麺なんか麺って調べたよ私今。麺って調べて出てきた写真こちらじゃーん。 STU48 号戦場劇場の楽屋で膝に乗ってくる信濃空葉さん。こちら3年前の写真です。麺らしい。もうラーメン好きすぎて存在が麺にされてるやん。矢吹行ってみたいの私ね。あのやよちゃんがやよちゃんがまだ ST だった頃にブログヤーブログ39で紹介してるスクショずっと撮ってて今も出てきたんですけど、やよちゃんのブログで見た日からずっと行きたいんですよ。矢吹パセはね2021年にスクショ撮ってますね。これ行きたいです。矢吹行きたいよ。容器いい匂いするよね。容器美穂とママといたとこはあれはテールスープのラーメン。それも出てこない写真に。なんでなんでご飯とかで調べて出てくるんかな。ご飯検索。ご飯って調べたらもうびっくりするぐらいの量出てきた。お弁当の写真が大量に。お弁当ばっかり出てきてダメだった。うどん。出てこない。パセが食べたラーメンめっちゃ美味しかったんですけどね。いつ頃行ったかも全然覚えてない。全然覚えてないけど去年の今ぐらいの時期に食べたラーメンが美味しかったです。今ぐらいの時期に食べたもうメンマがびっくりするぐらい長いラーメンがあったんですよ。ちょっと見つけたい。すいません見つけたいのでちょっと探します。探します。探しちゃいます。やばい、スプラの子からいいねがいっぱい来る。さっきのパセリの投稿に愛されてる。ココハタン いいねがさっきから通知が来るよ。見つけたよ。店の名前も覚えてないですね。もう無能です。私ってやつはポンコツです。もう今日リコちゃんとずっといたから喋り方がリコちゃんなんだけどリコちゃんになっちゃった喋り方がもう僕は無能です、なんとかですみたいな喋り方しちゃう。もうリコちゃんになっちゃった。のぶろうさんハートありがとう。みっけテールスープのラーメンはこれです。テールスープこれ配信の画質じゃ伝わらない。じゃじゃーん、とっても美味しそう。テールスープみほと言ったの、ママと。ぜーちゃん名前変えたの。バラありがとう。宮口さんハートありがとう。
ココハイちゃんメールでもパちゃんの頃言ってた。え、指針ってこと？ I love you I love you。 もうリコちゃんが映っちゃってる風評被害リコちゃんへの。もうなんか今日ずっとなんか英語でねリコちゃん喋ってたんですよね。クリスマスソング歌ってました、陽気に本通り歩きながら。マサイさん尊い、山崎さんハートありがとう。見つからない、見つからないんだけど、探し出したい、探し出したい気持ち VS 諦めたい気持ち VS 見つけないと悔しい気持ち VS みんな待たせてごめんの気持ち、いろんな気持ち。そう今日ね本通りねクリスマスソングが流れてたんです。ハロウィンが終わったからってもうクリスマスムードでね、早いよね本当に、世間は気が早いです。きっとクリスマスが終わったらお正月ムードです。会心の一振り、この前通ったの、その店の前を通ったの。そうカフェに美穂とリコちゃんとカフェ行ったんだけど、その時に通って美味しそうって言ったやつが会心の一振り。なんとパセがさっき紹介した一面の系列店でした。行ってみたい、行ってみたいでおじゃる。え悔しい、出したい、ちょっと待ってみんな。誰と行ったか覚えてるんです、ソラハテさんと行きました。これだ、見っけたよみんな。パセリが去年の12月に行ってます。こちらびっくりするぐらいメンマが長かったラーメン、めっちゃ美味しかったです。これどんぐらい長いかっていうと、ここからここまでメンマです、ここからこれ全部メンマ、この丼の縁に沿ってるやつメンマです超長い、ほらこれメンマ、これめっちゃ美味しかった。でもお店の名前はちょっと忘れちゃったんですけど美味しかったです。ソラハタンと行きました。これはそう麺も長かったでも食べ応えがありましたよ。意外と行ってるよラーメン、意外と。そうこれがインパクト強くてみんなに教えたかったからこんなに粘ってしまいました、すいません。でも最近食べたラーメンで一番美味しかったのは天下一品と、人生初天下一品と、あとねもう何回も紹介してる本当に最近一番最近食べたやつ、もうこれ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 、もうこれが美味しすぎました。もうねこれにしよう、生誕終わったら食べるやつ、めっちゃおすすめです。もううまいです。配信見ながらズームズデーしてくれてる、もしかして、ありがとうございます。通知がラリー頑張れ頑張れ、さっきから通知がちょこちょこくる。天下一品違う味も食べてみたいですね。これねこの前愛媛に行った時に、その MV の時に愛媛のホテルのとこ泊まったら配ってくれて、これみかんの、みかんの品種のこの時期みたいな旬、めっちゃわかりやすい。今の時期は11月だから温州みかんと紅マドンナが旬らしいですよ皆さん。
温州みかん、ありがとう温州みかんのあの温州みかんです。ベニマドンナ。12月からはデコポンと晴れ姫だって。そう、これみきゃんが教えてくれました。みきゃん可愛いよね。私さ、みきゃんとダークみきゃんはしてたけど、この子知らなかった、初見でした。こみきゃん可愛くない？可愛い。こみきゃん頭から目が生えてる。わー、あとね、これも載ってたの、愛媛のフードみたいなの載ってて、めっちゃ美味しそうだったからみんなにも教えちゃおう。まず有名なこちら、鯛めし。もうこれは有名ですね、鯛めし。あとはね、あ、これも焼き豚卵飯、これめっちゃ美味しい、これも有名。え、これ知らなかったの、鉄板ナポリタンってやつがめっちゃ美味しそうと思って。やっぱこういうのいいですよね、地元でもらえる冊子みたいなの。これを MV の時にゲットしたんですよ。ゲットして、でも愛媛に行ったよなんて言えないから、ずっと隠し持ってました。私は隠し持って今やっと公開できました。おもろ写真公開しようかな。おもろ写真公開していいですか？ MV のオフショット公開していい？怒られるかな？MV オフショットです。初公開。じゃーん。これは広島です。怒られるかもしれない。これはジャケ写オフショットです。ジャケ写オフショット、こちらじゃーん。こうやってね、一緒にいたらね、マイキューさんと千穂さんがねマイキューさんと千穂さんが撮りに来たんですよ、写真を。隠し撮りされて、見てください、これ寝てたんですけど、私はスマホこうやって座って、メール打ってるのよ、この時急にカメラがこっち向いてて撮られてました。ひゃ、一体何のために撮るんだ、なぜ撮るんだ。そうなの、ノースリーブ。やっほー、チホシップ、確かにチコシップじゃなくてチホシップ。ポン、なんか載せてない写真いっぱいありすぎるな。 MV のオフショットとか載せていきますね、徐々に。多分ね、 STU のグッズ、 STU の公式オンラインショップで買うと、ソラパセのソラハさんとパセリのツーショットの生写真がついてくるんですけど、多分こんぐらいのこんな感じの写真なんじゃないかな。これは携帯で撮ったけど、こんな感じなんじゃないかな、まだ見ておりませんが、どんな感じなんだろう。これもね、一緒撮りました。身長差がすごい。よろしくお願いします、チェックしてください。これは沖さんの MV 撮影地で撮ってるパセリ待機時間だったから、ここのね、沖さんの撮影地に向かうまでの道で、窓の外チラッてこうカーテンの裾をこうピュッて上げたら、
和集山が見えたんですよ。だから聖地巡礼の時は行ってください。和集山でバンジーしてください。山崎さんハートありがとう。パセリさ、9時まで配信しようと思ったら全然余裕で過ぎてた。20分だって今、21分だって。30分でバイバイしますね。びっくりした今時計見て、あれって今普通にコメント読んでるけど、あれ待って、パセリ喋りすぎてないかと思って時計見たら21分だったよ。千本桜さんハート、柴さん10ありがとう。びっくり。あとこれはこの前散歩中に見つけたキンパの自販機です。こちらはカープの球場の近くなんですけど、なんかキンパの自販機があるっていう噂聞いたことあったんですよ。でもどこにあるんだろうと思ったらこの前見つけた。すごい、もうキンパって書いてる。キンパ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 って書いてる。ここのキンパはね、お店で買ったことがあるけど自販機じゃなくて、めっちゃ美味しいからちょっと食べてみてください。キンパすごくない？全部キンパだよ、見てよ。どれをしてもキンパ出てくるから。全部一緒なのかな、全部同じキンパ。これ食べたことあるんですよ、めっちゃ美味しい。キンパっていうのは海苔巻き、韓国の海苔巻き、たくあんとかお野菜とお肉とたくあんが入ってる海苔巻きみたいな、ごま油でこう高カロリーなご飯です。めっちゃ美味しい、超美味しいです。プルコギみたいなやつが入ってます。おすすめ、おすすめです。イハクさんハートありがとう。チーズのキンパね、ね、伸ばしてみたいよね。ビヨンって無印にキンパがあるの、すごいね。無印なんでもあるじゃんね。これパセの好きな、今日も食べたんですけど、これ MV の日に食べた。パセの好きなおにぎりこれです。ローソンで買える阿波踊りの鶏五目、福島の阿波踊り。このおにぎりめっちゃ美味しい。どこでもあるかわかんないけど、これ今日も食べました。朝から頻繁に食べてます。おすすめです。これは新潟に行く日の朝に食べてますね。新潟で、新潟に向かう新幹線で食べてる阿波踊り。そう、ローソンね、セブンも美味しいけどローソンも美味しい。新潟に着いてここで降りて、劇場が見えるって言って、めっちゃ遥か彼方に見える劇場の写真を撮りました。今のロゴここにあります。感動しました。専用劇場、すごいって言って写真撮った。みゆさん、だるま、ありがとう。ね、かっけーかっけーと思って撮りました。前にね、秋葉原リリーベの時かな、前回の新宮のリリーベで秋葉原の方面にいた時に AKB さんの劇場を通りすがったんですよ。でもって言ってる間に通り過ぎちゃって写真撮れなかったから Google マップで見た。移動のタクシーの中で Google マップ開いて劇場、通り過ぎた通り過ぎたって言って見ました。あとパセリの田舎者エピソードとしては、渋谷のスクランブル交差点をタクシーで通るときに、あるじゃん定点カメラ、YouTube で渋谷のスクランブル交差点の定点カメラ開いて、いやこれ今乗ってるやつ乗ってるやつって言ってスクショ撮りました。画面録画もしました。
カセリの田舎者エピ。おたけさんハートとバラありがとう。やばいよね。あ、そう、神田明神のライブの時な気がする。 PR 舞台の時だった。それはえ、本通りも定点カメラあんの？嘘じゃん、探されちゃうじゃん。今日本通り行けましたとか言ったらバレちゃう。今日はね、そう、今日ね、本通り歩いてたら RCC のあの街頭インタビューしてて、そう、インタビュー、あのお願いしますみたいな言われてすいませんって、 STU なんですって言ったら、あ、ごめんなさいって言われました。リコチと行った時、こんばんは。そう、アナウンサーさんだった。テレビでよくお見かけする方でした。今日はね、あ、今日お家帰ってきたらあずさんが出てました。あずさんがロケしてました。もつ鍋、もつ鍋のロケしてた。キョンシュさんありがとう。今日ちょうどね、メンバーとね、あのこの前の卒コンのあの瀬戸セブンの MC で藤原淳さんがめっちゃすごかったねって、 MC やっぱもう安定感というか圧倒的、もうすごいねみたいな話した後に帰ってきたテレビに出てて、すごいと思って見てた。そうなんですよ、おしゃれな人に声かけました。街頭インタビューがなんか服、秋服ファッションポイントみたいな、そんなやつらしくて、なんかすごいオーラがあると思ってみたいな言われて、あのちょっとでいいんですけどインタビューいいですか、あーみたいな、そう困ってた大変よね街頭インタビューね、嬉しい。ゆっくりでした。たまにね、本通り歩いてるとあの知ってるカメラマンさんとかに会うんですよ。ロケ中の ST の DMM のカメラマンさんとか、あと番組とかでお会いするカメラマンさんとかが、この前サンリオショップのロケしてた、サンリオショップのロケしてるとこ見つけて、あ、絶対あの方いつもお世話になってる方だと思って見てたら、向こうも気づいてくださって、会釈だけ。そう、広島本通りいたら結構カメラがいます。だから意外とみんなの歩いてる後ろとかにメンバーとかいる可能性はある。メンバーいる可能性あります。こんばんは、スタージのミニマロンさんありがとう。もう終わる時間よねきっと。あ、29分だ、終わる時間だ。カジノフォンテンさんハートありがとう。メンバーゾンビ頑張ります、頑張ります、私も頑張る、よろしくお願いいたします。来週が中間発表だ。ゾンビゾンビ、ではパセリはこれからアイスを食べたいと思います。ゆうたさんハートありがとう。では男女いきます。13位ホセさん、12位コウジさん、11位おみかんさん、10位シュンさん、9位ジンライさん、8位ゆうちゃん、7位スプマンテさん、6位クワドリさん、5位福ちゃん、4位阿部寛さん、3位亀さん、2位和之進さん、1位安兵衛さん、ありがとうございます。ありがとう。
では皆さん、今日も一日お疲れ様でした。みんなも歯医者さんの予約頑張ってくださいね。お疲れ様。